こんにちは、大友純です。今日も Vlog 撮っていきます。よろしくお願いします。今日はさあちゃんもいます。さあちゃん。おーい、さあちゃん。こんにちはして。どうも。今日は逗子のリビエラ逗子マリーナっていうところに来てます。今日はフェスが行われてるんですよね。グリーンルームフェスティバルってやつで、音楽イベントが主だとは思うんですけど、その中でアートスペースがあるんですよね。そこに、はいはい、カエルが死んでる。そうですか。絵とかね、あとはこう写真のアーティストの方のが飾ってあるんで、ちょっと遊びに行きたいなと思います。このアートエリアは無料らしいんで行ってきます。ニコ、こっちだよ。え、渡ろうとしたのに。渡らなくていいんだよ、こっちから。こっちこっちこっち。あ、ここですね、アートエディション、グリーンルームギャラリー。ここはね、無料スペースなんで入れるんですよ。あ、でもすいません。わー、ちっちゃいね、これ。すごいね。これもすごいね。カラフルだね。触っちゃダメだよ、さあちゃん。今日これすごい良かったなっていうものを見つけて。これ？あ、そうなんだ。へえ。ここの上のやつ？へえ。あ、これもいいんだ。お、すごい。へえ。ゾウさんじゃん。牙だけなんか柄がついてる。先日写真集紹介させてもらって横山大輔さんの写真ありました。サーフィン写真というよりもお花の写真という感じみたいですね。さあちゃん、さあここに一回正面立ってくんない？そう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 、そこ立ってて写真一枚撮るからね。もう駐車場は満車でした。僕らが来た後に満車になりました。ギリギリセーフで、こっちの奥の方で音楽イベントやってるんですけど、あっちはチケット制で有料なので、僕らは入れませんが、てか20歳しか入れないですよね、イベント的にね。さあちゃん入れないんで、アートスペースだけで今日はもう帰宅したいと思います。グリーンルームの方は行ってきたんですけど、ちらーっとね、この辺リビエラマリーナの方回って、さあちゃん写真撮っていきたいと思います。ちなみに今日は iPhone で撮っておりますが、ですね、もう最悪なことにですね、アクション4と、あと Q3 持ってきたんですけど、両方ともメモリーカード入ってなかった。SD カード入ってなかったんで、今日は iPhone で撮っております。自分の運用に見合わさないとダメですね。なんかリビエラ逗子マリーナ内に、ああいう宿泊する、なんていうんですかね、こうホテルの一室みたいなのコンテナ、おしゃれコンテナみたいなのがあって、ここの中で、宿泊できて、で前のあそこのプールがあって、プールも入れるみたいな施設があるんですよね。なんですごいおしゃれになってます。今回は楽しかった。ここちょっと残っておきましょう。ダメダメダメ、怖いから。危険って書いてあるでしょ。ここ
ほら、登るな危険って書いてるでしょ。はい、ほんとね、サンセットの時間に来れて、イベントの名前になってたね、サンセット時間に来れてよかったですね。楽しかったです。